皆さんこんにちは、ね今回出ました。これ見てこの綺麗なロッド、これがワールドシャウラリミテッドです。今までの竿と何が違うかっていうとですね、まあ M40X って言われるとてつもないすごいカーボン素材を使ってるんですね。で今まで中断性高断性だったのがもうより高断性気味に変化しました。それによってですねより軽くてめちゃくちゃよく飛んで強いロッドができた、今ここにありますシャウラリミテッド、リールの方もですねなんと、アンタレスの DCMD、 今までの18、アンタレスよりもですねより飛ぶのね。どうして？俺が全部やったから飛ぶようにしたの、ここにメカニカルブレーキ外にも出しました、より飛んでより軽くてよりかっこいい、リールが出来上がりました。今回のワールドシャウラリミテッドはもうこのカラーリングです。これはチタンコートされてます。ガイドの位置、ガイドの種類、全て私がやってます。そして今回はですねワールドからギャラクシー、銀河系です、宇宙のカラーを使ってます。さあこのグリップもかっこいいでしょ。このグリップがですね今までですとここに隙間が出来上がったりしたのね。今回のはこれがねスムーズに中に入っていく、だからリールの足が違っても綺麗に入るんです。ここにあります新しいコンクエスト、このコンクエストって足が実は大きいんですね。この足が大きいので隙間ができてしまう。これを全てカバーするために新たにリールシートも設計し直しました。めちゃくちゃいい、このコンクエストも、すごく強くてですね、つい2週間ほど前、あそこにちょっと見えるかな、パーカー砲、あれは20キロぐらいのお魚ですけど、20キロぐらいの魚ですけども、あのパーカー砲、ワールドシャウラの1754っていう強い竿があるんですが、それではなくてワンランク下の1704、この1704で、キャッチしてます、ちょっとみんなに見せたいなと思って。どうでしょう、2週間前です。これはちょっと対決しましたけども、マレーシア、シンガポール、いろんなところに、大きな魚がいますが、その魚に、対応できるロッド、これがワールドシャウラリミテッドです。めちゃくちゃいい。でしかもグリップ抜いて これをつけるとジギングやなんかにも使えてしまう、非常にティップアクションのロッドなんですけど、ほらいい感じのロッドでしょ、こういうことにも使えるんで、あとは皆さんがこうどの釣りをやるか、それによって使い分けていただければいいと思います。現在出てるロッドはこのぐらいですが、これからますますどんどんいろんなタイプのロッドが出てきます。僕はよくマレーシアに行ってロンピンですね、あそこに行ってセールフィッシュやなんかやるんですが、それの時っていうのはこのワールドシャウラの2704っていうのがあるんですが、今ここにないんですけど2704、このクラスでもあのセールフィッシュ全然楽々行ってしまいます、ぜひも皆さんもですねでかい魚をこのワールドシャウラ、そしてリミテッド、これで釣り上げてみて、でっかいのね